唐突だが大変申し訳ない。ああ、実はちょっと鬼の連中とその少々過剰なる鍛錬に勤しんでしまって。互いに燃える。ヒートアップ。そう。ヒートアップしてしまってたな。挑発された瞬間に、よーし、やるか。と首を狙ったのは悪いと思うのだが。ああ。幸いにも静止が入った。アルジナ殿とゲオルギウス殿がいなければいささか大変なことになっていた。そうとも言う。いや、そうとしか言わないか。申し訳ない。それで相談なのだが、いかに挑発されたとはいえ、火蓋を切ったのは間違いなく俺だ。ならば彼女たちに謝罪せねばなるまい。折しも間もなく祝祭の日だと聞く。ああ、セントバレンタインデーだったか。世話になった者の間でチョコを贈り合うのだろう。日本でいうところのお中元のようなもの。違うか。違わないと。よしよし。ともあれ、その贈り物を通して謝罪の気持ちを伝えようと思う。そうか、よかった。ではチョコレートを確保しなければ。マスター、どうした。手作り菓子を斧が手で作るか。うん、なるほど。そうだな、そちらの方が心がこもっている気がする。実にありがたい。遠慮なくその言葉に甘えるとしよう。ではよろしくお願いします。色、形、そうだな、色はこれでいこうと思う。そして形だが、どうだろうか。いける。なるほど。すまない、焦げた。やり直したな。いや、気落ちしてはいない。大丈夫だ。一からやり直したい。いかがだろうか。ではじっくりと。ん、気のせいか。あとはこれを冷やして。よし、うまくいったな。それはもちろんだが、その前に。まずはあなたにこれを。一番うまくできたものだからな。何より、生前は一度もやらなかったことをやれたのはあなたの提案のおかげだ。菓子の手作りか。存外剣につながる部分もあって面白いな。よければまた今度付き合ってもらえると嬉しいが。ありがとう、マスター。
唐突だが、大変本当に申し訳ない。以前渡したチョコがあっただろう。あれを見た茨城が、どうなり、あとは流れるように切り合いになった。贈り物とは難しいものだな。ん？いや、悲しくはないぞ。どちらも殺し合いではないと理解していたからな。命がけではあるが、あれはあれでなかなかに楽しいものだよ。俺にとってはだが、加えて全てが伝わらなかったわけではない。全員歌詞についてはうまかったで意見が一致していた。俺が作ったことを知って全員が驚いたのも痛快だった。まったく作り手冥利に尽きるというものだ。